鉄の夜明けふるさと。イエーイ。今なんて言ったかあったわ。ははははって言ってました。ほぼ。違う、ゴーゴーフットボールって言ったの。あんまりわかんない。そうだよね、はい。俺も勇気なかった。番組のタイトル名なんて言ってたまるかっていう反骨精神があるから。言ってください。まあまあもうね、はい、早速自己紹介していきましょうよ。はい、はい、お願いします。そうですね。はい。はい、私は川越でイタリアンカフェやってるエビデスです。どうも、ポン。サッカー好き女子リオです。お願いします。イエーイ。さあリオちゃん、はい、日本代表、はい、アジアカップ、はい、なんと準決勝に進出できまてぬ、はい、結果してる、はい、まあ、強敵、アジアの強敵イラン、はい、イラン負けましたよ。負けましたね。1対2で、はい、これはね話すと長くなるんで、はい、ちょっとこのオープニングトークで足りなくなっちゃいそうなんで、はいはい、まあちょっとね、まあ時間があったらこれを伝えたいと思いますけども、そうですね、はい、はい、さあ今日はですね、なんと、はいはい、ゲストの方が来てくれてるんですよ。2回目もう誰だかもね、あ、でもりょうちゃんともね、なんかお会いしたこともある、はい、ということで、もうこれもなんか和気、はい、あいあいといける感じが、もうスタジオ内がムンムンプ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 ンはちょっとプンプン違う、怒ってる違う和やかな感じですけども、はい、早速紹介したいと思います。はい、はい、本日のゲストはコーノスシティフットボールクラブオーナーである高橋優さんです。どうもよろしくお願いします。高橋優です。お久しぶりです。お久しぶりです。まあね、今チーム名を紹介させてもらったんですけども、はい、コーノスシティフットボールクラブ、前回出た時が、シーズン中まだ多分3節ぐらいしかやってない時のですよね。はい、でぜひこうね、今取り組みとかいろんなのをチームそのものを聞いたんですよね。はい、で今シーズン兼3部を戦ってる途中ってことで、はい、来てもらって、はい、でぜひ頑張ってください、で昇格頑張ってくださいっていう感じで、はい、番組は終了したんですよね。そうです。はい、それから時は経ち、はい、シーズンは終了しました。しました。おお、コーノスシティフットボールクラブ北部県3部、結果は優勝できました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。優勝ギリギリ、はい、確か前回来させていただいた時に、全勝優勝を目指していたものの初戦で負けちゃったんですよね、はい、ってお話したと思うんですよ。あ、そうでしたっけ。はい、そこから優勝までまあ大変でして、はい、この最終節までずっと2位、ちなみに1位しか昇格できないという状況の中、そうでした。最終節までずっと2位だったんですよ。2位、はい、で最終節直接対決、首位との直接対決を制して優勝できたと。ギリギリなんとか。すごいですね。あ、それは、はい、ちなみに、はい、そのずっと首位であったチームは何てチームですか。下押しクラブっていう。下押し、はい、あ、まあまあまあ、はい、強いですよね。2部にもいたことありますよね。そうです。多分僕ら去年2部から3部に、落ちてきたチームで、ずっと首位走ってて、それ勝ち点何差を追いかけてたんですか。勝ち点1ですかね。1ぐらいですね。勝ち点1差をずっと追いかけてた感じです。向こうもしかしたら全勝ですか。ですよ、無敗できてました。で1回ドロー。ドロー、はい、で僕らはずっと1敗だけで、1敗だけ、あと全勝で、とりあえず得失点差だけは2離れてたかもしれないですよ。2か、そうですね、ギリ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 、はい、うわー、しびれる。そうなんですね。最終節の試合内容、展開も、まあ、しびれまして。しびれる。そうです。向こうは、ドローでも優勝と。優勝。僕らは勝つしかないという状況で、前半立ち上がり10分とかで、まあ、失点をするんですね。おっと、まさかの失点。そうなんですよ。まずいと。なんかこう、選手たちも、なんかすごいファンの方とかが見に来てくださっていて、ちょっとなんかプレッシャーを感じながら、硬いなという風な試合の入りで、そしたらそのまま失点されましたと。で、
後半、前半終了間際になんとか 1-1 で、まあ、折り返すことができてよかったねっていうことなんですけど、前半が1対1で引き分け、はい、引き分けでもこのままでは負けると、このまま優勝できないと、優勝はできないと、はい、今回ね、前回の話を聞いてないリスナーさんがいるかもしれないですけど、確かに、はい、コーノスシティさんはまあチームのね、立ち上がりとかいろいろあるんですけども、どうしますか、そこも話しますか。そうですね、どんなチームかって、そうですね、じゃあこの前半の 1-1 で面白い状態のまま取っといてちょっとコーノスシティさんが立ち上げからのちょっとこう、はい、ダイジェストに教えてもらえたら、はい、わかりました。我々去年2023シーズンのちょうど1年前ですね、2月に、僕らの監督、今永井雄一郎さんという元日本代表の、おっと、浦和レッズ9番の、おっと、赤い人たちはこうピクピクする、もう大好きな選手ですよ、ね、みんなが、ね、もう一回名前取っていいですか。永井雄一郎、はい、雄一郎さん、はい、に、選手兼監督として、オファーさせていただき、まあ、それが無事、まあ、実って、去年はずっと選手兼監督として活躍いただいていたと。そんな、まあ、永井さん、ずっと浦和レッズ退団してからは埼玉のチーム所属せず、まあ、J リーグ、社会人リーグと戦ってまいりまして、浦和レッズ以来の埼玉期間といいますか、北間といいますか。あ、そうですね、その前は神奈川の早草だったりですね。はい、はい、でもその就任しましたという発表したもうその瞬間から、やっぱ元レッツ、もうレッツファンの方がですね、もう応援します、応援しますということで、おー、はい、うん、おかげさまで、その、まあ、結構、声だけでなく金銭的なところでも、まあ、応援いただけるような状況ができまして、それは永井雄一郎効果、はい、完全にそうですね。うお、はい、おかげさまで去年だけで多分サポートいただいている、まあ、大小 ありますけれども、サポートの仕方、企業さんが70社ぐらい獲得することができまして。マジっすか。はい、おかげさまで、はい、なんとか1年を無事に終えることができたと。なるほど、なるほど、はい、まあちょっとリオちゃんはね、永井雄一郎さんって聞くと世代の差があるかもしれないんだけど、はいはい、名前とかは知ってる。そうですね、名前とお顔は知ってます。知ってる、はい、まああれですよ、最初の ACL、はい、まあ勝たしたのは永井雄一郎くんと言ってもおかしくない。なるほど。もう、はい、あとは伝説的なハーフウェイぐらいからドリブルで、はい、決めてったっていうのはもうありますし、まあずっと生え抜きですよね。だから今一緒に FC 西武台で、僕同い年なんですけど、まあ、ゆうちろうさんと、はいはいはい、同期の田畑君とか河合隆二っていうのは同期でやってたんで、だから僕も永井雄一郎っていうのはもううわっ、アイドルスター、アイドルスターですよね、本当にね、はい、もうかっこいいもんね。そう、顔もかっこいいし、ね、スタイルいいし、ね、はい、まあ、ちょっと余談ですけども、永井雄一郎さんは今、浦和学院、はい、そうですね、の高校のアンバサダー、アンバサダーみたいな形で、はい、もう練習とかも携わってるんですよね。そうです、はい、自分のそのサイマーズエリアの教え子が浦和学院行ってまして、永井さん来てる来てるって、うん、そうなんですね。高校生からしたらちょっと世代が違いすぎるんで、うん、俺なんか羨ましすぎて、はい、そうです。そのおかげで、なんかおかげでですね、私たちも実は練習会場として浦和学院高校のサッカーの人工芝の綺麗なピッチ使わせてもらったりとか、はい、本当に永井雄一郎効果というのがすごい絶大に感じる1年でしたね。絶大っすね、それは、はいはい、それはナイターとか、ナイターとかノイターナイター高校生がいない、そうです、そうです、やばいっすね、それ、はい、そう、すごいいい環境で練習させてもらってますよ、はい、そうなんですよ。リスナーの方たちもやっとこのコーノスシティ FC さんがどんなチームかを、はい、まあちょっと高橋さんのね、はい、ダイジェストでまとめてもらったんですけど、はい、まあそれぐらいね、永井雄一郎さんが監督やってるってことで今回シーズン戦って、そうです、で痺れるような最終節、そうです話を戻りますと、戻りますと先制されて前半でなんとか追いついて、追いついてけど後半始まりましたと、うん、よしと、攻めに転じようと、ね、どん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 点を取っていくんだというふうなこと、積極的なディフェンスからガツガツと
もう相手にぶつかっていってたわけですよ。それは、はい、永井雄一郎、はい、監督は、はい、やっぱりこうハーフタイムで1-1に帰ってきたときに、うんうん、やっぱり激を鼓舞、選手たちを鼓舞するんですか、いけるぞとか。意外と永井さんそういう情熱タイプではなくて、情熱大陸じゃない、はい、タイプじゃ情熱タイプ情熱タイプじゃない、はいはい、その劇を飛ばすっていうよりかは、まあまあ練習でやってきたこと普段通りに出していこうかというところで、淡々と喋りますか。淡々と、はい、もうちょっとマジっすか、はい、ちょっと立ち位置修正するとか、でホワイトボード持ってきて、はい、ここあれだよねって感じでそんな力抜けてはないですけど、あ、そんなに所ジョージ並みに力抜けてるのかなと思ったんですけど、はい、違う、はい、もう少しじゃあ冷静沈着、冷静沈着ですね、試合を見て、そうなんですよ、こうだこうだって、そうです。でも永井さんは、雄一郎さんは今解説待ってるんですよ、ダゾンで、うん、でそれ僕たまにやっぱ見るんですよ、すごいですよね、はい、あのフォワードらしくない、いやそうなんですよね、見方、はい、もうボランチの選手とか後ろの選手のようなちょっとこういうやっぱ見え方が広いんだなっていうのを勝手にね、すごいなと思って、いや僕も一番最初の印象本当にそれで、やっぱ快速ドリブラーな、あそうイメージあるじゃないですか、快速ドリブラーだから、サッカー戦術というかその辺どうなのかなと思ってたんですけど、めちゃめちゃすごくて、足速くてドリブルするだけじゃなく、やっぱこう全体の立ち位置とか結構細かく指導される監督なんですよね。もうポジショニングはこうだ、はい、この時はこうだ、はい、ここに流れたらこういけとか、はい、で自身も今はもう永井さん自身も、フォワードじゃなくて今ボランチに入って、試合やるんだったらボランチ真ん中から選手をどん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 動かしていくようなプレイヤーなんで、だいぶ昔とはプレースタイルも違うかなと、はい、そこはね若干僕も知ってまして、はい、自分がいる FC 西武台と浦和レッズ OB が試合した時に、はい、雄一郎くんいたんですよ、はい、で水内さんもいて、でいろんな挨拶させてもらって、俺らがしたら快速ドリブラー来たぞと思ったら、ポジションがボランチだったの、へってへっと思ったんだけど、超ボランチ上手なの、もう、ね、ドリブルしながら叩く、はい、また右からを左流す、はい、長短を分けるパスをしてね、はい、あれレッツのサポーターは、当時のサポーターはちょっと想像つかないようなプレースタイルですよ、はいはい、ぜひ見に来てほしいです。あの永井雄一郎がボランチでこんなサッカーするんだっていうのは、浦和レッズのサポーターさんぜひ見に来てほしいですね。ですね、はい、で余談なんですけども、うちらの試合の時もやっぱり永井雄一郎君が持って結構いいパスが出すと、キャーって会場のちょっと年齢高めな女性からキャーって、はい、のあったんです、はいはいはい、ちょっと待ってください、永井雄一郎さんは、はい、選手兼監督、はい、やっぱ選手でも出てた、はい、今シーズン、4、5試合は出ましたね。あ、やっぱりそんなに出てないですね、はい、後半本当に20分15分20分ぐらいに出るっていう感じで、やっぱ監督業に徹してるんですね。そうですね、はい、逆に出るときはどんなときなんですか。今回出た、まずピッチコンディションがちゃんとしているところっていうのがまず一つあるんですけども、はい、あとは自分が出るときは、やっぱりちょっとやっぱちょっと面白いそれ、はい、やっぱ3部リーグだいぶボコボコしたボコボコしますよね、怪我しちゃうそうなぐらい、うん、すごい荒れてるピッチもあるんで、そういったときは出ないようにしてる。あさすがプロ中のプロ、はい、で試合展開でいうと、まあそうですね、ある程度もう勝てるかなというふうな試合で、で、うん、キックオフしてるときはやっぱりもう監督業に徹してますね。あー、そうですね、はい、逆すごい、はい、俺だったらもう、こう行き詰まった試合、うん、これもダメだフォワード、まあ、交代だ、はい、交代、はい、俺っつって、はい、で自分がフォワード入ってそれをビャッつって、はい、ドドンって決めてきたらもうヒーロー中のヒーローじゃないですか。そうですよね、もうそういうのはもうちょっと置いといて、はい、監督の方に。僕もだから最終節とか、もう相手からして一番嫌なこと何かなって考えたら、やっぱ一番前に永井さんいてくれること、もうこれ絶対相手もやりづらいし嫌だろうなと思って、 もちろんその元日本代表スーパースターですから、埼玉県3部リーグじゃ、まあ、ボールは取られないわけですよ。
だから前にいてその供給して点決めてもらうっていうのが良かったんですけど、うん、はいはいはい、その高橋監督、お高橋監督高橋オーナー監督が、はい、俺言ったら、フォワード、はい、長井雄一郎監督みたいな、はい、イメージだったけども、まあ、それは最後まで出ず、最終戦出ずでしたね、はい、じゃあ今ねやっぱり 1-1 で前半、はい、ハーフタイムで、はい、長井雄一郎君がこういうふうに的確な指示して、はい、そうじゃあさあ行くぞと冷静沈着にやってくれていて、一体指示出していくぞと。だって後半始まるじゃないですか、ガツガツ守備行って後半開始10分、ボランチの結構キーマンとなる選手がいるんですけど、相手ですか、こっちです、こっちの、はい、2枚目のイエローカード、え10分で後半10分で退場するんですよ。やっちゃったよ。残り35分を10人で戦わないといけないと。それはね申し訳ないけどもね、サッカーチームスポーツですよ、はい、もうねどんまい、ね、小さい頃からミスしても仲間をどんまいで助けろと育ってきましたよ、はい、けどそんな切羽詰まった試合、はい、うん、2枚目のイエロー、まあそのイエローのもらい方もあるかもしれないですけども、はいはい、退場してったら俺はそいつ罵倒します。どんまいどころじゃないですよ、ノー、うんうん、どんまい、はい、マジでそうですか、まあね、ノードンマイっすよ ね、 そうね、そ正直そう思いっちゃいますよね。そうだ、僕もうわやっ厳しいと、うん、やらかしたぞと、うわーと思ったんですよ。でも監督見ると、うん、それも冷静沈着に、10人になったら10人になって勝ち方をしっかりと考えて選手入れ替えたりとかしながら、まあ、全然冷静に勝てるぞと、いけるぞと、その体重になった瞬間うわーとか全然頭抱えたり、もう頭かきまくったりとかもう腕とかならない。うたえない。いや、そんな永井さんあんま見たくないですよね。見たくない。はい、要するに全然もうホワイトボードちょっと移住ぐらいで、全然勝てるぞという。本当永井雄一郎がそんな見たくないし、もしかしたらもう白馬に乗りながら指揮してほしい。いや、本当にそうなんですよ。イメージでもずーっとそんな感じで、まあ、試合でずっとその10対11の中。まあ、劣勢ではなかったですね、我々の方がしっかりとボール動かして、なんですけど全然決めきれずに、85分とか焦りますね、あと1点取らないと、はい、勝たないと勝負できない、はい、もうさすがにまずいなと思って、うん、僕 もうドキ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 して、うん、いたんですよ。で永井さんどうかなと、あの冷静沈着な永井優勝、うん、まあ、ボリ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 そこまではなってなかったんですけど、今までずっと練習通りでいいと、うん、いうふうにやってた永井さんが初めてディフェンダーの選手を1枚フォワード前に上げて最後パワープレーだと言った時に、で永井監督もボソッと、俺こういうふうな、シチュエーションでパワープレーに行く監督嫌なんだけどね、でもやるわっつって、あマジっすか、ディフェンダー上げて、そんなあの冷静な永井さんもそんなしないといけないから、これやっぱまずい状況だよねと、うんで、なんとかもうその背高いやつなんで、そいつにボール集めて、まあ、なんとかゴニゴニゴニやると、うん、いう感じで、もうギリギリ戦って、本当90分って、ね、90分プラス1とかも、それぐらいのタイミングで、なんとか、コーナーキックからですね、ゴニャゴニャってなったところを、まあ、押し込んで、逆転してっていう、かなりギリギリな戦いでした。マジでギリギリ。もうそれ、入った瞬間。はい、選手はもちろんうわーってなりましたし、なりました。長井雄一郎くんはどうなってました？正直その時にあんま見れてなかったです。僕も興奮しすぎて、でも、まあ、多分もう同じように多分喜んでたわと思いますよね。うわ、長井さんもギリギリになるとパワープル使います。はい、そうなんですよ。そうっすね、はい、話戻りますけど、日本が、ね、アジアカップイランに負けたんですけども、イランはボール回し、うん、まあ、日本に勝てねえなと思って、うん、何してきたかっていうと、ただただロングキック蹴ってきたんですよ、うん、だけど日本が逆にそれが対処できずに、どん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 相手ペースで、後半だから30分間ぐらいはもう最後相手のペース、うん、でやっぱ最後仕留められたっていう、うん、やっぱ永井雄一郎
監督は、はい、もう自分のスタイルとかじゃないと、はい、勝ちに徹しに行ったと。そうですね、はい、この決断っていうのは僕本当監督しかできないことだと思うんですよ。いやそうですよね。もちろん自分たちのやってきた練習の成果が出れば、うん、出れば一番最高の勝ち方なんですけど、うん、そうじゃないって読んだ時に何をこう決断するかが僕はその人の裁量だと思ってるんですけど、いや本当そうだと思います。永井雄一郎君はここで監督としての、はい、全員に点取れた。そうです。でその結局フォワードに上げた選手が点取ってるんで、まあ、采配はバッチリですよね。ドンピシャ、ドンピシャです。これは喜んだし、そう永井さんも感動してましたね。いやじゃあ何はどこまでおめでとうございます。いやよかったです、ありがとうございます、本当によかったです。いやまあ話戻りますけどあの退場尺は僕は罵倒しますねそう罵倒の話で言うと、はい、そうだ罵倒の話で言うとで繋げるとちょっとあれなんですよ。ちょっとちょっと繋げると何かこう悪いことが起きたんじゃないかいやその永井さんがフォワード入ってくれたらいいなと、嫌がるなっていうふうに思ったのは、まあ、もちろんその、ね技術があるとかそうなんですけど、過去、第8節ぐらいの試合ですかね、永井さん監督として、まあ、いるじゃないですか。で結構こうラフプレーが多い相手だったんですよ。本当にこっちも怪我しちゃいても危ないぐらいの時、いますね社会人サッカーです、はい、そういうチーム本当にアフターでめちゃめちゃ苦しい。そしたらもうその時もさすがに永井さんもなんか絶対僕ら文句言うなと、審判にも相手選手にも、うん、言うなら俺が言うと言われてて、絶対ダメなんですよ僕らが、うん、おーとか言ってたら怒られるんですよ僕ら。おーすごい、そういうルールちょっと面白い。選手たちも怒られるんですよ、おーとか言ったらやめろ。でもそしたらその試合は永井さんがちょっとバチって来てて、切れちゃったよ切れちゃった、丸の相手のラフがひどすぎて、いや本当そうっす、はい、怖いと、もう本当に結構激しい、何してんだよと、うん、でもレフリーにもレフリーと、うん、試合コントロールしてくれよと、おでキャプテンも呼んで、キャプテンとダメでしょチームまとめないとみたいなこと言って、うん、そしたらそのフォワードの選手、前半だから35分とかまだ全然あのハーフタイムもなってないとこだったんですよ。こうシュンとしちゃって、相手の全然なんかプレーだしなんかもうレフリーとかもなんかすいませんってなって後半すごいイエローカード出すよねもう永井雄一の効果そこでも出てますよそうですよね、うん、だからそうそう、まあ、相手にとってもまあ結構やっぱ威圧感があるし、すごいですね作戦永井雄一郎、作戦永井雄一郎、はい、それやれる監督って、はい、そうはいないっていうか全くいないと思います。そうですよね。でもいたとしても何か言ってって相手の監督も出てきて、うん、うわーわーってなんですけど、うん、そこはやっぱ違いますよ、うん、浦和レッズ永井雄一郎、はい、日本代表、はい、ちょっと待ってくれと、はい、君、はい、ラフプレー多いよと、うん、主審、うん、もうちょいちゃんと裁こうよと、はいはいね、そしたらみんながシンとすっごい相手チームすっごいシュンとなっちゃってて最高っすね、はい、でも永井さんもちろんそれで終わるんじゃなくて、試合終わったらそのラフプレーだった選手とかにも君さんみたいないい選手なんだからさと声かけて、ああそんな永井さんにねそんな言われたら頑張っちゃいますよね次の試合ね。コーノスシティに移籍します本当になるほど、はい、っていうのが一回ありましたね。あなるほど、はい、監督素晴らしい監督ですね。選手のためにも素晴らしい、サッカーのためにも相手チームの、そうなんですよ、このことも思って、そうなんですよ、はあはい、人格者、はい、いやすごいいい監督です本当に。本当ですね、はい、いやーリオちゃん、はい、どう、いやすごいですね、まあ、やっぱもう今までのなんて言うんでしょう、歴史がある選手なんで、まあやっぱ違いますよね。そら違うよ、うん、やっぱり、うん、単なるこう元 J リーガーとか元日本代表選手っていうのじゃないですもんね、うん、もう違うんですね、スターですから、スターやっぱ結構試合後に、まあ、やっぱ僕らと試合するときだから分かってるんですよね、
浦和レッズの当時のユニフォームとか忍ばせてサインくださいっていう方とか結構やっぱ今シーズン多かったですね。ああ、そういうの断りましょうよ。それ断ってやりましょうよ。とかしっかりとあの答え受け答えされてましたけれども、社員と写真撮って。うわー、人格者だな、はい。そうなんですよ。人格者。人格者です。でまた日本代表も経験されていて、で社会人リーグも神奈川県の2部とかそういう下のカテゴリーとかも経験されているって。超希少人種じゃないですか。そうですね。で僕らのこういう環境とかそこの僕ら埼玉県2部とか3部とかにいる時の、まあ、そのチームの経営状況とか、まあ、ピッチコンディションの悪さとか選手の雰囲気とかも分かった上でこう監督してくれるから変ななんかこう元日本代表と僕らみたいな変な大きなギャップを作りすぎないいいんでなんかいやすごい希少な人種といいますか監督だなと思いますね。そうですよね、はい、やっぱりこの社会人リーグって本当にねアマチュア超アマチュアリーグじゃないですか、うん、はい、でも永井一郎君はもう経験してますもんね、はい、そういろんな状況のピッチから何から、はい、じゃあそれはもうそんなとこからこういろいろ監督だったり選手でやってる人っていうのは、うん、いないですね。確かにいないです。そんないないと思います。いないと思います。僕らの選手も本当上手くなりましたからね。上手くなった。上手くなりました。1年でめちゃめちゃ上手くなりましたね。はい、まあ、例えばそれは練習メニューとかこなしたりとか、うん、やっぱいろんなこう永井一郎さんが設けた、はい、そのトレーニングとかでやっぱ上手になってくる。そうですね。技術面もそうですし、何よりやっぱサッカー IQ 高くなったなって感じしますね。あ、みんなが。はい。はい。すごいっすね。はい、それ見ててすごい感じます。 IQ 高くなったなって。サッカーってこういうもんだぜって、うんうん、大人のサッカーしてる感じしますね今。お、はい、まあでもちょっと写真をチームの写真をインスタとかで見ると、ちょっと金髪の若めのやんちゃな感じが多めな印象なんですけども、はい、あ、でもそれはおっしゃる通りで、おっしゃる通り、はい、まだ20歳とかの子が多いんで、うん、はい、まだ大学生ですから、その子たちがだんだん大人になっていく、はい、プレーとかも結構大人なんじゃないかなと思うんですけどね、はい、いいですね、リオちゃん、はい、やっぱりこう浦和レッズ、はい、やっぱね、やっぱ自分からしたら相手からもそうだし、チームメイトの、ね、人たちもやっぱみんなそういう目で見ちゃうでしょうし、うん、そうですよね。まあちょっと時間がね一回ハーフタイムに来たんで、はい、まあハーフタイム後もちょっとコーノスシティさんの永井雄一郎監督のねいろんな話とか、やっぱこれからのコーノスティさんの話も聞いていきたいんで、はい、お願いします。じゃあ一回曲紹介を今日は高橋さん、はい、じゃあ前回に引き続きなんですけど、サザンオールスターズ好きなんで。好きだねサザン。じゃあ今回はサザンオールスターズのミスブランニューデイでお願いします。はい、聞いてください。エビテツのゴーゴーフットボール。聞いていただいたのはサザンオールスターズでミスブランニューデイでした。いいっすね、盛り上がりましたね。ありがとうございます。まあちょっとこの曲を聴いてる間も、まあ、で雑談をさせてもらったんですけども、はいはい、この雑談聞かしたいっすね。そうですね。まあでも、はい、見事、はい、まあ、勝って、まあ、永井雄一郎監督の素晴らしさっていうのはすごく分かりましたし、これ聴いてるレッツサポも、うんうん、ちょっと見てみたいと思うんじゃないですか、うん、監督としての永井雄一郎さんをぜひ。立ち振る舞いめちゃかっこいいですからね。え、試合中はジャージですか。やっぱり試合も出るかもしれないから。そうです、ジャージ着てます。スパイクも履いて、スパイクも履いて一応指揮してる、はいはい、背番号9ですか。やっぱり9です。おー、見たいな。いや、そうですね、監督のね立ち振る舞いちょっと見てほしいですね。かっこいいですよ。いや本当にこれはねいい情報ですね。そうですね、はい、あとボランチで出場するときだから天然芝のいいピッチそうだなっていうところちょっと会場チェックしていただいて、その時は出る可能性があると。おっと、なるほど、はい、行っておいでよ。本当ですね、ちょっとレッツのあれ来て、はい、で最後、はい、ね、いいですよね。いやいやいや、ぜひぜひ会わせてもらって、はいはいはい、サインもらって写真撮ってもらって、うん、はい、本当ですね。ちょっと来てくださいぜひ。今だからこのね、あの県3、県2、県1というのはそれができるじゃないですか、はい、これ以上もしカテゴリーが上がっていっちゃうとあんまりこうもうちょっと
サポーターからほらスタジアムから外あの競技場から見ちゃうともう、はい、挨拶とかいけないじゃないですか。そうですよね、はい、でも今のあの状態だったら、うん、ちょっとして終わった後、うん、ちょっと入ってって全然できますから今は。ですよね、はい、リオちゃんチャンス今ですね。今ですよ、今です。まあだからこういう形で話してきたんですけども、はい、リーグは2部に上がって、はい2部に上がります。リーグ開幕っていうのはまあ決まったんですか、それともまだ日程は、4月でもうほぼ決まってる感じですかね。ほぼ4月の頭から、はい、で埼玉県2部リーグっていうのは、東西南北がおそらくですけど、はい、ごちゃ混ぜにして2ブロック、うん、A ブロック B ブロックって分かれると思うんですよ、うんはい、もしかしたら違ったレギュレーションのこと今シーズンになるかもしれないですけども、だからもう本当に埼玉県のトップの一部リーグの本当にこの予備軍たちが、そうですね、一気にレベル上がりますよね。上がるんですよ、はい、面白いことになんか J1、J2 ってやっぱり違うじゃん、はいはい、でこのカテゴリーってこのローカルでも同じなのよ、うん、例えば県3部リーグと県2部リーグだとやっぱ違うのよ、うん、もちろん県2と県1なんてなんかちょっと近くてなんかいつもこう入れ替えとかしてるからちょっといけるんじゃないかなと思うとやっぱそれも違うのよ、それありますよね。練習試合とかでもやっぱりちょっと強いチームでやったり、そう上のカテゴリーでやるとやっぱあ強いな、はい、強いなって感じしますね。恐ろしいのはやっぱ練習試合はあくまでも練習試合なんだよね、うん、練習試合で結構いい試合したね、結構できたねっていうんだけど、これがリーグになるとまるっきり、うん、まだ今 J リーグもあのキャンプ中でいろんなチームで練習試合してると思うんですけど、全く参考にならないと思うんですよ、はいはい、確かにそうですね、全く参考にならないと思う。ついついね、ファンサポーターはキャンプレポート見て一喜一憂しちゃいますけどね、7-0 で勝ったぞみたいな。そう、ちょっと余談なんですけども、ブライトンカフェが仲良くしてた知念哲也くんが、はいはい、ベガルタ仙台行って、はい、でキャンプで浦和レッズとベガルタ仙台練習試合やったと思うんですよ、はい、でも仙台はとりあえず今回ずっと走り込みで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 一番切羽詰まったところで浦和レッズと練習試合してるんですよ、うん、だから選手が動けるわけないんで、だからその結果を一喜一憂してるとちょっと違うっていう、さっきの高橋さんがおっしゃった通り、なるほど、そのチームの目的のキャンプの途中に練習試合入ってくんで、だから全然違いますよね、うん、いやまあカップ戦とかも全部終わって、あとはシーズンを待つのみ、はい、待つのみですね、はい、あとまあまあ引き続きちょっとセレクションとかはちょくちょく開催しながら、うんはい、あとはもう次のチーム作りを今日々してるっていうところです。なるほど、はい、選手はどうでしたか、先シーズン終わってからやめちゃって引き抜かれたか、大丈夫ですか。引き抜かれたはないですけど、でもまあ辞めた選手とかはいま す、ね、はい、まあサッカーと置いて当たり前なことで、はい、これしいね、上のチームがたまに引っこ抜いてくるんですよ、はいはいはい、県1が県2のチームが、はい、関東2がそれ大丈夫でした、セーフ、それは大丈夫でした今回は。あ、よかった、はい、まあ、それはもう長い裕次郎監督もいるし、まあそうですよね、選手ももう少しこういろんなエッセンス受けたいんだ、はい、はい、いやそうですよね、長い裕次郎監督の元、プレーしてたあの時の10番ですとか、なんかそれ結構箔がついていいですもんね。そりゃそうですよ、はい、俺だって言いたいですもん。そうですよね、俺も入りたいっすこのシティ入りたいっす、すいません練習参加からずっとそうっすね、はい、もうその入団の時に言います、はい、永井雄一郎さんの下でサッカーしたいですぜひお願いします、はい、年齢は44歳ですでも大体若い子が多いチームです。そうなんですよ今、うん、ちょっと待って、30歳35歳以下しか取らないみたいな感じで、ちょっとそういう差別しないでくださいよ45歳も頑張ります、はいはい、そうですよね、まあまあ、頑張ります。一応の目安なんで、一応、はい、練習参加いただいて、うん、いけるぞとなったら、はい、もうあれじゃないですか、長井雄一郎監督が書類で、なんか聞いたような名前だな45歳そこらなしで書類で落ちるかわいそう、いいです、かわいそうまあでもどっかチームは欲しいポジションとかないですか、はい、今あります。ありますか、はい、例えば、まあ、どこでも欲しいですけれども、一番ゴールキーパーです。ああ、もうゴールキーパーはですね、うん、はい、もういつでも欲しいです。そうですよね、はい、
やっぱゴールキーパー社会人で3枚体制とかでできてたら理想ですよね。理想ですよね、はい、3枚体制を置いてるところって本当すごいところ、うん、社会人でね、うん、だって社会人でサッカーやりたいじゃん、うん、プロだったらもうプロの契約あってあれだけど、うん、社会人のアマチュアだったら試合出てなんぼだし、キーパーって交代しないじゃん、うん、そうですよね。だから僕ら2023シーズン2枚でできてるの、それだけでも結構すごいことだと思うんですけども、うん、相手チームとかでね、だってケンサムとかだったら、あれこの前フォワードやってた子がちょっとキーパー休みなんでキーパーやりますとかって全然あるぐらい、うん、そうですね、どのチームもキーパーは困ってるんですよね、うん、はい、まあこのゴゴフトファミリーで川越でゴールキーパースクールをやってる、うん、バンでゴールキーパースクールの野口くんとか結構派遣なんていうの、知り合いが多いんでキーパー、確かに本当に多いんですよ彼キーパー、そうです、キーパー専門のスクールでやってたら、はい、そうですよね、聞いておきます、ぜひお願いします、はい、はい、なんか社会人でこうね、はい、まだプレーできるっていう、はい、まあそうですよね、新シーズン向けで、はい、あと補強とかこれからですか、それももう徐々に徐々に、はい、もうセレクションは年末1回開催して、それでオファーしたい選手はまあいっぱいいたんですけど、皆さんこう JFL のチームとかも上もっと見ながらセレクションを受けてくれていたので、なるほど、はい、そのセレクションの時の選手はまだ、獲得には至ってないんですけれども、うん、それ以降は引き続き、火木で火木日か我々練習しているので、そこに、うん、練習参加してもらって、うん、で永井さんが OK であればお声掛けをするみたいな感じでやってます。なるほど、はい、まあ、ちょっと忘れないうちに、まあ、コーノスシティフットボールクラブの良さっていうのをちょっとこうそういうセレクション受けたいとかなんか人いたらちょっと今アピール、あ、はい、わかりました。まあ、一つ一番メインはやっぱり永井雄一郎選手監督のもと、プレーできるってことかなと思ってて、やっぱり個人昇格でも上行くっていう気概のある方っていうのは永井さんの横で、選手やってると、まあ、メリットあるかなと。やっぱプロっていうのももちろん技術だけじゃなくて、たまにちょっとコネとか運とかも必要だったりすると思うんですけれども、まあ、永井さんサッカー界ではもちろん顔広いですから、あの時のあの選手だというのがちょっと白になって次移籍しやすいとかあると思いますから、なかなかめったにない機会だと思いますので、永井雄一郎のもとを選手できるということが、そこが一つまあ魅力ですよね。あとは地元のその方々、その70社ぐらいサポートいただいてるっていうふうに言ってますけども、やっぱり僕らのエンブレムがまあ街中にちらほら掲示されてるとか、旗があるとか、居酒屋に行ったらこの前試合どうだったのって言われるような環境があるので、そこはちょっと応援してもらえてるな感を感じれる、それも選手としての結構魅力につながるんじゃないかなと思ってます、はい、大きくこの2つですかね。いや、そうですね、はい、やっぱりなんか雄一郎さんは J2 でもいろんな解説したりいろんなことを、うん、活動されてるんで、本当幅広い人脈だと思うんで、はい、で多分永井雄一郎さんがうちのチームのこの子いいんだっていうのとはもう一つのお墨付きですよね、うん、いや本当にそうですね。多分ちょっとセレクション試してみてくんないって言ったら、うん、言われた側は、うん、とりあえず OK ってなりますよね、うんうん、その可能性がありますよね。はい、すごいこと言いますね、はい、これは魅力的ですよ。いや魅力的だと思います、はい、まあ、よくあるね、世界のクラブでもこううまく送り出すチームもやっぱりいっぱいあるんで、うんうん、でもその時は戦力になるんで、はい、十分ですよね、はい、わあ、ぜひそういうステップアップも考えて、はい、もちろんこの街の魅力、街の応援されてる感っていうのを感じられるのも一つの、まあ、大きな魅力ですもんね。はい、だと思います。その方もぜひコーンスシティさんの、ね、練習火木日、火木日、はい、それはもうあれですか、大体はインスタとか SNS、 そうですね、インスタで大体見てます。基本的に火曜日は越谷のフットサル場、フットコムっていうフットサル場で、木曜日が浦和学院高校、うん、で日曜日は鴻巣の神谷グラウンドってところでやっているのが主です、うん、はい、あ、素晴らしい、はい、随時 SNS チェックいただければ、そうですね、はい、DM いただければ練習参加じゃしてくださいってことで返信しますんで、いやーすごい、はい、まあ自分も小江戸川川越の小江戸川越 C のこの町ぐるみだったり選手を獲得するんだみたいなところを見てきてるんで、うん、まあ、同じような感じをすごく受けるんで、はいはい、ぜひね
浦和と大宮だけじゃなく、いろんな埼玉の場所でこう J を目指してこう切磋琢磨していくのって本当魅力的だと思うんですけども、はい、そうですね。もう小江戸川越 C の、 あの活躍とかはやっぱり知ってる？もちろん知ってます。もう簡単で、実際そのセレクションに来てくれた子も欲しいなって思ってるフォワードの子がいたんですけど、その子はやっぱ小江戸に行っちゃいましたね。行っちゃいましたか、うん、はい。やっぱカテゴリーもっと上でできる選手だと思ってたので、まあ、そうだよなと思いつつ、うん、まあその辺のやっぱカテゴリーっていうのは一つのあれですよね。はい、まあ、逆に言うとコーノスシティさんは1シーズンある程度こうやったらゴッと腰を据えて、うん、永井雄一郎さんの指導のもとプレーできるのもまた魅力ですもんね、はい、そうですね。確かにカテゴリーではまだ県2部ということなんで、本当に上目指す選手からしたらまだまだ低いかなとは思うんですけども、さっき言ったように永井さんが、これ言ってもいいと思うんですけども S 級ライセンス取りましたから、おー、はい、もしかしたら次、ね、2025は J クラブの監督もありえると思いますし、可能性ありますね、はい、その時渋谷シティで戸田さんが監督やって、はいはい、相模原に行く時にディフェンダーの選手を一緒に連れてったと思うんですけれども、そんな感じの、可能性も全然ゼロじゃないと思いますから。ゼロじゃないですね、はい、永井さんが J 監督やる時に、まあ、よく分かっている選手をプコッと連れてくってことありえると思いますんで。すげえなそれ、はい、夢物語すげえな。まあね、可能性、まあ、低いとは低い低いどんぐらいあるか分からないですけども、それも全部ね選手次第ではつかめると思いますんで、そんなところに魅力感じてもらえたら嬉しいですですね、はい、でも高橋さん S 級取って嬉しいですけど、コーノスシティさんからしたら、はい、ちょっと監督やられる幅が永井雄一郎さんが広がっちゃうじゃないですか。そうですね、いいこともあれば、はい、そうじゃないこともありますけども、はい、ちょっと不安もありますよね。不安もあります。まあ今シーズンでもちろん僕らよりももっと魅力的なオファーが、まあ、来るでしょうから、まあ、もしかしたら今シーズンで終わってしまうのかもしれない。本当に J 監督になってしまうかもしれないと。ただそうなったらそれは僕は、まあ、ちょっと寂しいですけども、ちょっと嬉しさもありまして、うん、永井さんまだ選手兼という感じでやってるじゃないですか。やってますよ選手ですもん、はい、やってて前例がないんで分かんないです、まあ、できるのかもしれないですけど、 J 監督でなかなか選手兼ってできなそうですね。できないですね。そうですよね、はい、とすると引退の可能性があると。あれ引退試合はちょっとやらせてもらえるのかなとか、あいうなんか夢もなんか広がったりしますよね。そうですよね、はい、まあ、一応永井雄一郎さんは選手でもありますからね、はい、選手はどこかで引退をしなきゃいけないし、はい、もしこれ以上のねカテゴリーが、うん、のチームからオファーがあったら、うん、もう多分監督一本になるってなった時は、うん、コーノスシティさんが最後の選手登録ってことですよね。そうですね、それが永井さんのキャリアに残るというのは嬉しい、嬉しいことですよね。浦和レッズから始まって、うん、ダダダダって最後にコーノスシティフットボールクラブって、はい、素晴らしい、素晴らしいですね、仕事をさせてもらってるなと思います。なるほど、はい、じゃあ今ある時間をまあ大事にしてるって感じですね。はい、はい、そうですね。もうじゃあ小江戸川越 C とかと練習試合とかはしてないんですよね。オファーを僕らスタッフからさせてもらったんですけども断られちゃってます断られてるね。断られました。ちょっとね振り向かせてやろうと思ってますよ。もうちょっとこういうとこありましたら、練習試合来たんだけどどこかってこれ3部から2部に上がったこの指示らしいわこれは一旦なしで絶対そんなことされてますよ。絶対そうですよ。悔しい。だからもうちゃんと僕も上がってそうですね、はい、戦ってやりますよ。そうですね、はい、まああとはねいろいろ戦う場所もしかしたらクラブ選手権というのは出ないのかな。カテゴリーが、まあ、カップ戦が2つあるんですよね。はい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 、はい、一つは才能国カップつって天皇杯につながるやつと、はいはい、もう一つはクラブ選手権つって、まあ、全国の全国大会までつながってる。それって今ぐらいですか。といやもう夏、そうです、夏ぐらいですよね。夏とかの手前ぐらいじゃないですか。夏ぐらいですよね。今回は、僕ら出なかったんですよね。出なかったんですよね、はい、そう確かにリーグ途中にやるんですけども、そうたまに被ったりするから、そうなんですよ、ね、出る出ないが選べるんですよね。真夏にやるんですよね。で優勝したら確か北海道みたいなところで大会があったんですけど、ことが出なくて。そうなんですよね、はい、なるほど、はい、今シーズンは出るのかな分かんないですけど。いや楽しみだな、はい、もちろんどっちもね応援してるんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、でもありえますもんね。いやありえます。いやありえます、ありえます、ありえますよ本当に。今え県2と県1とか2個違うだけですもんね。はい、そうですね。
もうさ足踏みしてくれてればですけど。そうですね、小江戸さんが足踏みしてくれてれば。まあ小江戸さんも関東にいろいろ選手も補強してるんですけど、またチーム作り多分一つしか、はい、あでもあれっす、あの来週、はい、ああ言っちゃうのかな、え気になる、小江戸の、はい、小江戸川越市の監督が来てくれます。あれ、はい、そうなんですね、はい、これ決まりまして、おお来週、はい、聞いときます、言っといてください、ちょっと練習じゃ、コーノスシティフットボールクラブ知ってますかって。知らないって言われたらどうしようか。それは俺は嘘でも高橋さんには知ってましたよすごくやりたいって言ってましたちょっと機会がちょっと合わなくてできなかったって言ってましたって、僕嘘つきます、ああ、まあ、綺麗な嘘つきます綺麗すぎると嘘だなって分かっちゃう、あ、回れちゃうでもぜひね、カテゴリー上げてもらって、また活躍してもらって、はい、またまあシーズン途中なり、はい、まあ、またまたちょっと報告しに、そうなんです、はい、今日の収録の前にも、ちょっとお話しさせてもらったんですけど、ゴゴフトに来た社会人チームは全部昇格したんですよ。うーん、これってなかなかすごいと思うんですよ、うん、すごいですね、もちろん小江戸川越市、はいはい、コーノスシティフットボールクラブ、はいはい、あとは県2部から1部に上がった、埼玉南西カラスト、カラスト、はい、もう全部上がったんです、うん、縁起がいい、縁起がいいんですよ、縁起がいいですね、だから今シーズンも必ず上がってください。いや絶対優勝します、本当に。そうなんですよ、はい、絶対優勝します。俺の中でのやっぱりあるんですけど、作りたてのチームってやっぱ行くべきなんです、一気に県1ぐらいまでは、勢いでドドドっていかないとですよね。県1ぐらいまではもうババババーンって、うん、確かに県1一回揉まれるんですよね、うんうんうん、でもなんだかんだ小江戸が1年で行きましたもんね、通したから、まさかの関東まで行ったから、うん、だからそういう勢いはありますし、はい、そうなんです、僕らも勢い殺さずにちょっと本当におっしゃる通り、そうですね、一部優勝するぐらいまでは足踏みせずババっていきたいなと思ってます。そうですね、はい、それやっぱ何が今足りない、そのキーパー以外ではやっぱフォワードっていうのはやっぱ一つのポイントですかね。まあそうですね、得点力、そのだから最終節のところもそうですけれども、大事なところで決めきれないっていうのはシーズン通してあったんで、圧倒的フォワード欲しいですよね。そうなんですよ、はい、やっぱ高橋さんもあの小江戸 の, その入れ替え戦を YouTube で見たって言ったじゃないですか、うん、見ました、はい、あんなのあんだけ攻められて小江戸、三島航平君のヘッド2発だからね、うん、ヘッド2発で来年また県一か、うん、関東2部かっていうこの全然違いますからね、ねえ、あんだけ攻められてるのに、もうこの強力なフォワード一発で欲しいです、そういう選手ですね、はい、でもまあ浦和レッズの話ちょっと余談ですけども、はい、いいフォワードが今シーズン入ってきたんじゃないですか。そうですね、清水からもね、サンタナ選手とか、はい、あと誰ですか、まあ、前田選手とかこうちょっと ね、ワントップじゃない、はいはいはい、すごくソルバッケンとかすごい期待できましたね。 なんか言われてますね、ローマからのね、ショルツも能力高いって褒めてましたよね。あ、そうですか、はい、だから期待大だというコメントはしましたけども、うん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 、やっぱ選手はある程度やっぱあれですよね。そうそうなんですよ、だからちょっとね、もうちょっと僕らのこと知ってもらって、とりあえず練習参加してもらったら、うんうん、ね、だって環境は多分すごくいいと思う。いや、そうですそうですそうです、高校の人工芝使えるとか、うん、あとは日曜日はそういう地元の、はい、芝で人工芝とか使えますし、うん、でやっぱ週3回やってるって、まあ多くはないですけど少なくもないし、うん、少なくはないですよね、ちゃんと練習してるチームですし、うん、そうなんですよ、だからもうちょっとちょっとこのね、ラジオとか通して、はい、認知を広げてって、あそこでやりたいなっていう人が増えてくれたらいいなと思います。そうですね、はい、随時練習参加募集しますんで、はい、いやーこうやって話してきたんですけども、はい、ね、残り時間が少なくなってきたんですけども、はい、もう対戦相手とかで県2部、はい、なんかダービーってあるんですか、コーノスダービーのチーム多分ないんですよね。コーノスのチームっていうのは他には、去年キャップコーノス FC っていうところが、はい、キャップコーノス、
はい、ラホージャコーノスだったんです昔は。あ、そうですよね。そうなんです、ラホージャコーノスからキャップコーノスに変わって、はいはい、なんですけどそこのチームは、あ、落ちてますね。落ちちゃったんすよね。そうですね、落ちてますね。だからコーノスでは我々しかいなそうですね。ですね、はい、はい、ダービーがない。ない。でもまああれですね、今先シーズンの県2部のチームを見てるんですけども、はい、まあ古豪もいれば新しいカマーもいて、うん、で東京国際大学が、はい、2ブロックどっちにも1チーム1チームあって、はい、まあでも彼らはね、かあの優勝してもその県1部に東京国際大学のチームがあるんで上がれないんですよ。上がれないですよね。1リーグ1チームでしたっけ、はい、ルールが、はい、だから上がれないんですよ。だからこういう大学生とやって指針になりますよね、うん、どんだけ速くて強いチームできるのかって、うんうんうん、でもあ熊谷シティ勝ってるんですよ。シティ対決、あ熊谷シティは1部に上がっちゃったんで。上がっちゃったんですね。そう、あないんですよ。だからじゃあ本当にないですね。はい、そうなんです。自分が所属しているシニアの40以上の FC 西武大の、はいはいはい、若い子たちの FC 西武大も2部に上がったんで、おだから当たる可能性がありますね、はいはい、でも A と B でちょっと違うかもしれないですけどね。そうですね、どっちに行くか分かんないんですけども、うんうんうん、もし一緒になったらいいですね。いいですね、まあ、若い子ね上手、まあそうですね、みんな若い子ばっかりですね。みんな若いです。35歳以下じゃなきゃダメなんですもんね。そうっすね、そうっすね。え、最高のベテラン何歳ですか今。永井さんですけど、その下その同級生同級生、その下26ですね。うわ、はい、同級生ぐらい。そうですね、うん、それは若いわ。26です、うん、はい、みんな結構大学までやってたりとか、今大学生だったり、高校も強い。そうですね、高校も強いところ。今多いのは武南高校の子たちですね。武南 FC ってありますけども、はい、武南からの子も入ってきてる。入ってきてて、はい、あと来週ぐらいに練習参加してくるのが青森山田の子とか。おっと、いるんですね、はい、こっちからは。そういうふうにこう入ってきてはくれてますね。あと大学卒業して入ってくる子とかもいたり、うんうんうん、いやー楽しみですね。ちょっと、まあ、ちょっと来シーズンこそちょっと順調にいかないんでしょうけれども、そのこのヒヤヒヤせず、優勝まで持っていけたらいいなと思います。そうですね、はい、僕も一個一個、ね、はい、リオちゃんも一緒にチェックしていきますんで、はい、ぜひぜひぜひ、また途中なり最後なり昇格駆け抜けていくすべ、はい、長い日曜さん来てほしいよね。いやー、そう、ずっと思ってんすよでもお忙しそうでタイミングが、まあ、か、まあ、そうですね、まあ、ちょっとまた言うと、また言うときます。そうですね、はい、もしタイミングがあった時に来てくれたらね、はい、もう俺思い残すことない、ね、はい、ぜひぜひ、はい、まあそういう形で、1時間弱話してきたんですけども、はい、まあありがとうございます。チャンス、ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひ応援しますんで来てください。ありがとうございます。はい、そしたら今日来ていただいたのがコーノスシティフットボールクラブオーナーの高橋優さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ゴーゴーフット。この放送は川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様、相続遺言各種登記などお悩みを解決します、川越の竹内司法書士事務所、姿勢が変われば明日が変わる川越ケアラボ整骨院のご協力のもとお送りいたしました。ありがとう。